宿題宿題、今日宿題ないもん。嘘ついたりさ、なんか皆さんこんにちは、こんばんは、新庄美沙子と立あずみです。よろしくお願いします。お願いします。さて、台湾のお土産を紹介しているのですが、続いては立さん、何でしょう。続いてはこちらです。バーン、ポン出汁です。調味料、調味料っす。お土産だよね。うん、先輩本出汁って知ってる。本出汁、リコ出汁。あ、そう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 、あの本出汁なんですけど、実はもう日本じゃないですか。だって味の素作ってるしますよ。味の素、ほら味の素ね。ちょっとちょっとキーが味の素、うん、合ってるかも。で、これ実は台湾だけ売ってる味っていうのが実はあって、それがこのホタテ風味なんですよ。あー、聞いたことないわ。うん、そう、日本で売ってるの大体カツオかマジで昆布じゃないですか。多分台湾の人ホタテが好きなんじゃない。え、そういうこと。うん、多分ね。だって日本にないの、あってもおかしくないのにね、うん、はい。で、これが有名らしくて買ってきたんですよ。あー、なるほど、はい。なんでこれちょっと今から開けて先輩にこうザーッとベビースラーメンみたいに、さすがにちょっと無敵の先輩でも、もしかしたら気分が悪くなる可能性が。ほんだしだもんね。だしだから。そうそう。ほんだし丸飲みってなかなかしないよね。うん、しない。私もしないし。しないよ。うん、しないよ。どういう使い方あるのかなとか調べたりとかしたら、うん、まあ普通のだしみたいに使うのがいいらしいんですけど、結構淡い味がするらしいんですよ。淡い。台湾のものって結構だしが濃くて、でしょっぱみが少ないみたいな、うん、結構汁まで全部飲めちゃうラーメンみたいなのが多いじゃないですか、うんうん、なんで私思ったんですけど、多分クリームパスタとかに使ったら合うんじゃないかと。合うと思う、うん、なんかイメージできるでしょ、うんうん、なのでちょっとこのポン出汁を使って今からクリームパスタを作ってみたいと思います。すごい拍手喝采。グッズガーで、うん、あ、そうだよね、ドナクリーズしたら。そうだよね、ほんだしガーよりはクリームパスタって言われたら、まあ、だいぶね、その拍手喝采ですね。はい、じゃあ実際に作っていきたいと思います。はい、ではこちらのほんだし使ってクリームパスタ作っていきたいと思います。はい、はい、まず最初にやること、うん、パスタ茹でます。あ、そうね。あ、え、そうやってるの。あ、そうよ。あ、入れるっていうか量かかるよね。あ、へー、え、その器、神様。ここバーッと入れまして、うん、こんな感じでね、お塩を。はいはい、ちょっと多めにね。じゃあこれをレンジで10分焼きます。はい、材料は、まあ、家にあったもんなんでこんな感じです。冷凍してたソーセージと冷凍のほうれん草と生の玉ねぎとさっき紹介した本だし、うん、じゃあこちらを使ってパスタ作っていきたいと思います。はい、はい、私玉ねぎ多めが好きなんだよね。うん、だからいつもね玉ねぎ半分ぐらいでしょ。こんな感じです。はい、うん、私いつも2本なんだけど今日ちょっと先輩いるから、はい、豪華めに。やったー。そうか、それさ、切れるんだね。あ、切れる切れる。あの、冷凍してても。あ、切れるよ。ほんとはちょっと常温に軽く戻した方がいいけど、うん、私はなんかこのまま別に大した硬さじゃないんだ。硬さじゃない。へぇ、指怪我しないように。そうですね、やり慣れてるから。うん、皆さん気をつけましょうね。はい、じゃあ切りました。はーい、はい、はい、お願いします。玉ねぎはちょっとね、こうなんていうんですか、火を入れた方が甘みが出るんで、うん、私は結構炒めてるんですよね、はい。お母さん、今日のご飯何？今日はクリームパスタよ。クリームパスタ。はい。今日は宿題した？宿題、うん、今日宿題ないもん。嘘ついたでしょ、あなた。お母さん分かったわよ。完全にあなた宿題出てるのにやりたくないから出てないって言ったでしょ。あなたそれ、あれだからね、書かれるんだから、連絡帳に。美沙子さんは今日も宿題をやってきませんでしたって言われるんだから。宿題出てないもん。本当にさ、先輩そんな子供だった気がするもん。はい、こんな感じで、はい、あんまこぼれるとね、クリームパスタまであれなんで、ちょっと軽めに、うん、はい、炒まったので、はい、はい、豆乳、豆乳、
生が好きやから、うん、パパパーってわーこんな感じで結構適当だね、こんな感じで、うん、多分ね、さっきの炒めるところでこのやつを一緒に炒めちゃったらいいかもしれない、うんうんうん、こっちはこのまま入れちゃう、うん、わ一気にクリームスープ感が出ましたね、ここに入ってからね、うん、はい、今回のメイン、はい、ホタテ風味のポン出汁を入れていきましょう、うん、こんな感じですね、あ、はいはいはい、うん、いわゆる、ね、私はもうよくわかんない、適当にわーってちょっと多めでもいいかも、あ、ほんと、うん、あのね、やっぱ淡い感じの味がするので、はい、ちょっとこんな感じで、うん、でも弱火で少し火を入れていきます、うん、わ、適当、はい、じゃあちょっと硬いかな、どうかなと、うん、ちょうどいい、あ、ほんと、うん、オッケー、いわゆる、ほら見て、あるで、さすがに取れないか、この髪の毛1本分通るぐらいの硬さ、うん、まさにあるでって、あるで、はい、どーん、でちょっと味濃くなった時用にちょっと汁を落としておいて、これ調整用に使います、はい、こういう感じで、うん、あ、どうだい、おいしい、おいしい、お、うん、でどっちかっていうと塩コショウとかにしてもらっていいですかね、はい、日本人はやっぱちょっと味濃いの好きだから、うん、そういう意味でもちょっと多めに入れちゃいそう、あー、なるほどね、カツオのポン出汁とかだったら、うん、そのポン出汁自体に塩味がついてるんだけど、うん、これあんま多分ね塩味がついてない、あー、なるほどね、うん、私がねそんなに濃いのが好きっていうわけではない、うん、あなためちゃくちゃラーメンとか食いに行ってる、ラーメンは好き、よくわからん、なんかお家で作るときに塩足りなくてもいいやみたいな、あ、そうなの、うん、タイプですね、ちょっとスープパスタっぽく、いやーもう美味しそうだよ、どうするの、こんな感じで振りまして、はい、できました、はい、完成です、ホタテだしを使ったホテルね、はい、こちらですね、はい、はい、クリームパスタ作ってみました、イエーイ、じゃあ実食、イエス、はい、完成しました、イエーイ、こちらの、はい、ちょっと映りにくいですが、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、じゃあ早速食べましょうか、はい、なんか不思議だね、さっきから食べ続けてんのに、うん、美味しそうなものを目の前にすると人ってお腹空くね不思議な感じだね、ホタテの本出しっていうものが、うん、どうこの料理を変えてくるのかが私はまだ分からんのだよ、うん、そうだね、うん、うん、それが気になるので、はい、はい、ではいただきます、よいしょ、うん、おいしい、なんだけどめちゃくちゃ美味しくない？おいしい、私の知ってる豆乳で作る、うん、なんか普通のスープと違う豆乳鍋とか、ほうほう、豆乳の野菜スープとか結構作るんですよ、うん、あ、そうなんや、その時に鶏ガラ使うの、あ、ほうほうほう、鶏ガラじゃなくて、うんうん、魚介の香り、うんうん、がするなっては思う、チキンスープの素とかで作ると、うん、すごいチキンが主張してくるけど、うん、これはなんかめちゃくちゃ馴染んでくる、馴染みすぎて私だしの味わかんないもん、だからこれ何のだしでしょうって言われたらわかんないぐらいこのクリームにめちゃくちゃ合ってる、うん、でも確かにカツオとは違うね、うん、やっぱホタテだから、うん、すごいクリームに合うね、合う、うん、おいしい、え、これ素晴らしいな、これ日本にないの？ないの、なんで台湾でこちらしね、うん、なんで日本じゃないの、なんでなんだろうね、あってもおかしくないもんね、うん、他ね、なんかパッケージの裏に卵焼きに入れたりとか、あと炒め物とか、うんうん、に使うといいよって書いてあるね、天才かな、おいしいな、おいしい、うん、天才、ありがとうございますシンプルに言われた、うん、めっちゃ食っちゃうね、これ、うん、
食べれるじゃん、うん、これ食べれた。これ見たことか。まあわしの作る料理うまいからな。そうなんじゃ、たくさんね、ご飯むちゃくちゃうまいんですよ、うん、これね、この番組をね見てる人たちはね、伊達さんが料理してるのなんてね、うん、今までも見たことがないわけですよ。ああ、そっか。うん、私もともとお料理キャラなんだけどね。そうなんですよ、うん、伊達子飯って、うんうん、とてもあの界隈では有名なんですよ、うん、あとまあもともと私飲食店やってるから、そこのレシピとか私が全部やってるからね、うん、そうなんですよ、うん、でもやっぱりこの本出汁のホタテがうまいと思うわ、うん、このまたさ、このスープって言うんですか、そうよね、ソースめちゃくちゃ美味しいね。だから今全部入れて、うん、食べ終わった後にこう全部飲んでもう一回入れてる順調にね、そう順調にソースがなくなっていく。いや、ソースがうまい、美味しいね、うん、うん、あね、ご飯にも合うと思うんだよ。ご飯絶対美味しいと思う、うんうん、ピラフとか、ピラフ合うんじゃないかな、もしかしたら洋食すごい合いそうな印象あるね。うん、もう殻ですよ、殻。名残惜しんでる。うーん、美味しい。自分で作っといてあれだけど、美味しかった。いや、もう本当美味しかったんじゃん。ね、美味しい。いい。この子は素晴らしい。ね、めっちゃ美味しかった。うん、なんかそんなにね、なんかこれって味がそうがっちり決まってるわけじゃないから、使い勝手がいいよね。うん。うん、ちなみにこれは、スーパーで40元ぐらいかな。40元。日本円だと150円ぐらい。うんうんうん。え、欲しい。一家に一つ欲しい。ね、いいよね、うん。あったらすっごい便利だと思う。うん、いや、もし台湾行った時は、うん、皆さんこれゲットして、はい、今日ねレシピ1個ね、うん、教えましたからね、教えましたからね、はい、そう、もうこれはすぐやってみたらいいと思います、はい、めっちゃ美味しかったです。ぜひ試してみてください、はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。美しいマンゴーから熱々の湯気がふわーってなって、ハウエミかなハウエだね、これね、ハウエだわ。週刊撮影をしたな。大丈夫かな。